生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、イロシキーズです、はい、本日も気になるニュースを取り上げていきたいと思います。そして本日のお姉さんはプズキちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。普段なんか何やってるんでしたっけ？お芝居。はい、お芝居。どんなお芝居が得意なの？どちらかというと影のある役。おー、影のある役得意です。続きましてのニュースはこちら。原宿の多目的トイレでアダルトビデオを再生したなどとして YouTuber の男性ら2人が迷惑防止条例違反などの疑いで書類送検されました。取り調べに対し2人は容疑を認めていて、アンジャッシュの渡部さんが多目的トイレで不倫したニュースをヒントに企画を考えた、今後は人に迷惑をかけない YouTuber として活動していきたいと供述しているということです。なるほど、まあ、だからこの人たちはアンジャッシュ渡部の現場をどこまで再現ができたのかっていう問題よね。あ、そこが気になるんですか？ただの AV を流していたのか、アンジャッシュ渡部風のどこからの情報で流していたのか、どこからの情報でそんなねできんのよ。いや、まあそれはね、まあダメだよね。ダメよ。あの、法律迷惑防止条例違反はダメ。まあダメ、もうね、違反だからね。まあ、それはもう全面的に絶対ダメよっていうことは表明しておきたい。なんか私のみたいな感じで今私のこと見てたわね。違う。注意されてるみたいな。違うの、その一応ピロシキーズとしては人に迷惑をかける行為はやらないようにしようねという前提はあるよっていうことを表明をしてから話します。はい、これはつまりどういうことかというと、まあちょっと YouTube 作るのって大変だよねっていうところに持っていきたいわけよ。まあだから YouTube わかる、なんか気持ちがちょっとやってしまうんちゃうかっていうのがちょっとわかるっていうことが言いたい。まあでも結局はだからそのうちらはその事務所に所属してて、その止めてくれる人歯止めが効くっていうのがあるわけやん。だからなんか暴走をねしそうになると、こう、あ、ダメですよ、これは出せませんよって言われるかな、なんか止められるけど、やっぱり自分たちで YouTube を撮ってる人たちからすると、ね、歯止めが効かないというか分かんないから、そのこれいいのか良くないのかっていうのを、だからなんか線を越えちゃってもおかしくないよね。いや、私たちも結構そんな感じなんで、何回も止められてるのよ実は。これ分かって。一番最近止められたものは、あのロシア大使館前の抗議デモ団体がするということで、私たちも一緒に抗議デモに参加したのは、それ NG 食らいました。できません。法律違反とかじゃないけど、まあ、なんかダメ、どこダメらしい、原因不明。私は抗議デモに参加したいわよ。ね、取り、あれ、ね、ちょっと取りたかったね、抗議シーンを。そうそうそう、だからまあそうね、歯止めをね自分で分からなくなっちゃうとかっていうのもあるし、まあ、これからもだから常になんかこの YouTube たちはそれと戦わなければならないってことだよね。そのなんかやっていいことと悪いことっていうのを毎回自分たちで考えて慎重にもうやる方法しかないよね、うん。まあ、だから今の YouTube って、まあ、だんだんようやく規制がかかってきたところではあるんやけども、男はこういう過激派、再生数がないときに何をしたら伸びるかって、うん、男は過激派、女はエチエチみたいな、エチエチ動画を、いや下着紹介とか、ちょっと待って、それうちやどう、あれちゃん的にはこの若い女の子とかがな、うん、エッチな動画をちょっとこう撮って再生数を伸ばそうとかっていう風になるのはどうよ、どう思うの？いや、なんか自分はもう法律、うん、に触らなければもうなんかいいのかなって思ってるんだよね。うーん、で自分でその決めれるわけでしょ、自分に頭がついててそれをしたいのかしたくないのかっていうのは誰かになんか強要されるわけじゃないから、うん、だからうちはもうなんか自分がそれでいいんだったらいいんじゃないかなとは思うけどね。
でもさ、結局最終的には脱がなきゃ伸びないっていう状態になってくると、その子は別に本当は脱ぎたくないんだけども、脱がなきゃいけない空気感にどんどんなってきて、脱ぐか YouTube を 脱いで YouTube を続けるか、もう YouTube をやらないか、どっちだみたいな選択肢になってきて、いやいや脱ぐ子みたいなのやっぱ出てくるんちゃう。あーもう結局脱ぐんかみたいな、視聴者も脱ぐ前提で見る人ばっかりになってきてさ。まあでもその脱いでもその多分パンツとなんかブラなんかもうすぐに飽きられるやん、うん、中身のないものやねんで、ずっと毎回そのブラのパンツの話をしてさ、撮ったりしててもなんかもうどっかで区切りがあるでしょ。男の性欲はね、無限なのなんていいことを言う。いくらでもねHH 系は見てられるのよ。そうなの、同じようなコブラ履いてるだけでも同じ AV で何回抜けることかそうやなるほどねそこがね複雑だけど、エロが世界を作っていうのか。そうそう、まあ、ただやっぱりそうなっていく気持ちも分かるし、それが良くないっていうのも分かるんやけど、うんうん、まあ、これまでやってさ、テレビとかの世界もそうやったやん。だっておっぱい出してたんやで。そう、おっぱいを出したりとか、あの過激なね演出をやったりとか、うん、まあ、それこそやらせ。今は YouTube 皆さんあんま存じ上げないかもしれないですけど、ドッキリ動画ほぼやらせですからね私たちは違います。いや、そう、私たちは違いますけど、私が見る限りかなりの方がやらせ動画を作っていますし、そういうドッキリをするので出演してくれませんかという依頼もありました。お断りしましたけども、まあ今 YouTube は昔のテレビと同じような感じの状況なのかなと思うのね。あ、戻ってるよね。そう、でもそれがテレビの世界でだんだんダメになってきたっていうのは、やっぱり何かどこかで辻褄が合わなくなって、やっぱりそうやってエロいばっかり出すと傷つく人が増えてきて良くないよねとか、本人が嫌だとか、そうそうそう、まあ、あの公共の電波っていうのもあるから、テレビはよりそれが早くこう精査されることになったんだけど、まあ、とはいえ YouTube もだんだんやっぱそういうのがこうダメだよねっていう風になっていくんちゃうかなとは思うのよ。規制がなんかだんだんこう厳しくなってくるような状態。そう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 。で、特に不思議なのが、まあ、法律違反系はもちろんダメだよ。もう絶対ダメだよ、絶対ダメなんだけど、まあ法律に違反しない迷惑系のこともさ、かなり今叩かれるやんか。あ、そうね、法律、あ、そっか、そっか、そうだね。そうそうそう、法律的には大丈夫だけど、そのなんか視聴者からは言われるってことだよね。俺的に思うのが、この大人の方がね、こういうのはけしからんというふうにかなり叩くんやけど、昔テレビを見てかなり楽しんでましたよね、あなたたちって。まあでも今のテレビは面白くない、昔の方が良かったっていう人も言ってるよね。そう言うのよ。でも今のテレビは面白くない、昔の方が良かったって言いながら、うん、昔のテレビと同じようなことをやっている YouTube を迷惑行為だって叩く、うん、またそれって同じ状況をもう一回テレビで作っていく。だから、まあ、簡単に言うとさ、まあ回る回るよ時代は早かったな今確かに回ってるよね。今はだから若者の中でそういう時代がこう作り上げられているような状態だよね、うん、で多分その年の人たちが なんかそれが気に入らないのかな多分。まあやっぱり不都合があるね。いやいや脱ぐ子が出てくるとか、うん、いやいや、ね、本当はやりたくないけどこういうことをやる子が出てくるとか、やりた言いたくないけどもチンコピンコ言って視聴者稼ごうとするちょっと待って、あんたはやりたくないじゃなくて、ロシア人とか出てくるわけ。あんたは言いたいでしょ。いや私は別に言いたい。何その言いたくないみたいな。私は別に言いたくないことはない。でもあんたは言いたくないんじゃないかという説は定期的に持ち上げられ る。私はね、あの言いたいです言わせてください。なんかこう SNS とかでね、こう例えば伸び悩んでいいねがつかないとか何か出て悩んでこうやったことある、 HH 系出したとか、あ、ちょっと露出増やしてる。そうそうそう。でも露出を出すとやっぱり閲覧が伸びるっていうのはちょっと分かります。あ、やっぱりあるんだ。やっぱり次になるとやっぱりこういいね増えたりとか、うん、フォロワー増えたりっていうのはやっぱり比例してくるのかなっていうふうに思いますね。
どうなの？でも、もしもね、うん、別に何をしてもいいね数がある程度つく、どんなものでも同じようについて、まあ、いいね数って言うけど、まあ、要は金よ。いいねが多いとお仕事のオファーが来やすくなって、それが金につながると、うん、これ全部金だからね、みんな、まあね、全部そっちにたどり着くからね。お金がなかったら誰もやらないから。多少だからTikTok とかもさ、ああいうので脱いだりする子あるけど、あれも結局話題になって、何かイベントだなんだとかっていうのをなしでやってるバカもおるか。そういうバカもおるんだけど、バカは抜きにして、一般的にはまあ、なんかイベントとかも含めて、やっぱ最終的には何かそれでね、知名度が上がって何かこう稼げるようになりたいとかってなるわけけども、それがもしフラットな状態だったら抜かないタイプ、別に抜きたくないタイプだとは思います。そうだよね、うん、ということはやっぱり脱ぐ女の子がいっぱいいいねを稼いでて、で自分もいいねがよく寄りつくってなったら、こう周りのパワーによって脱がされてる状況ってことね、もうあるんじゃないかなっていうふうには思います。なるほどな。やっぱり最終的に残るのは、さっきアレちゃんが言ってたように内容のあるものかなと思うね。あのラジオとか特にそうやな、うんうんうん、未だにラジオ俺聞くけど面白い。面白い。ラジオ生き残ってるよね。生き残ってる。別に映像もなくてただ話してるだけなんだけど、やっぱラジオも生き残ってるし、まあ、内容で言ったら本とかね、うんうんうん、ブックなんてね、ブラちゃんめちゃめちゃ読んでるよ、ね、そう、ああいうのもずっともう昔から続いてて、やっぱね、いろんなエッチなものとかいろんなもの、こういうものも出てきてたけども、やっぱ内容がないと続かないね、どこかでやっぱりね、うん、内容だよ。だからなんか内容を良くしてくださいみたいな感じ。違う、ふずきちゃんの内容考えてあげようかなと思ったわけよ。何かふずきちゃんの特技がすごいものとかね、だからメイクがすごかったらメイク技術とか、泣き方とかやる。泣き方どうやるやろ、だって泣けるんやろ。あ、いろんな泣き方、喜んでる時の泣き方講座みたいですか。え、見たい。だってあ、でも見たい。泣き方みたいな、その、うん、教える教材やったらな、俺いつもテレビでな、感動部位とか見てもだから誰も一切俺ワイプ抜かれないの。だから困ってんのよ。この間感動のお母さんがあのドッキリで出てきて、ちょっと感動風な感じもあったのよ。あのお母さんが出てきたからね、それを息子はこういういいやつだみたいな言って、やっぱ一発泣きかましたろかなとか。泣きかましたらやっぱ視聴あの好感度が上がんねん。あのジップのマーティンがな、泣いた時めっちゃな、あのツイッターのトレンドに乗るぐらい、マーティンが泣いたかわいそうみたいな、かわいそうじゃない、なんかよかったねマーティンみたいな、可愛いみたいな、あれを見て俺はやっぱ涙というものはあんた最低だな。はい、それでは本日ニュースを読んでくれたのはふずきちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄の方に、はい、あのふずきちゃん の, あのインスタの方も貼っておきますので、ぜひ皆さん見てみて、チェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあバイバーイ。